ルセラフィムがウェバースコンフェスティバルの初日を華やかに飾った。15日、三川インチョン、インスパイアエンターテインメントリゾートで開かれた2024ウェバースコンフェスティバルの室内公演でルセラフィムは計6曲を披露して観客の心を魅了した。大きな歓声の中で登場した彼女たちは e ージーで公演の幕を開けた。メンバーたちは2回目のウェバースコンフェスティバル。 に参加することになりました。今日はたくさんのステージを準備したので、皆さん楽しんでいってくださいと挨拶をした。彼女たちはヒット曲はもちろん、この日のために特別に用意した振り付けと編曲で雰囲気を盛り上げた。アンフォーギブン、フィーチャリングナイル・ロジャースでは、90度で腰を曲げる動作などが含まれた難易度の高いダンスブレイクで簡単を誘った。ベースを強調した、イブ、 シュケザ・ブルーベアーズ・ワイフ、ロックバージョンで盛り上がった、ノー・セレスチャルなど、新たに編曲した楽曲は現場を爆発的な熱気に包んだ。ルセラフィムはファンの歓声に応えるように、格別なステージマナーでイベントを楽しむ姿を見せた。メンバーたちは、パーフェクトナイトで会場のあちこちを回り、観客と目を合わせながら手を振るなど、親密にコミュニケーションを取った。公演の終わりに、 皆さんの表情が鮮明に見えます。心から楽しんでくださっているようで誇らしいです。今後、もっと素敵なステージと姿でお目にかかりたいですと感謝の言葉を伝えた。そして、スマートのフェスティバルハウスリミックスバージョンでステージの最後を飾った。ルセラフィムはデビュー後、初の日本ファンミーティングルセラフィムファンミーティングファーナーダ 2024SS ジャパンで現地のファンと会う。 兵庫、6月29から30日、愛知、7月6から7日、神奈川、7月13から15日、福岡、7月30から31日の4地域で計9回の公演を開催予定だ。